次はですね、ディープマインドが新しい、まあ、言語、ダイアローグモデルというかな、を発表したと。それをスパローというんですが、ちょっとこれがディープマインド社のブログなんですが、Building Safer Dialogue Agents、September 22、ですか、9月22日ですから、週間前、2週間そう前。ですね。ですよ。で、トレーニング AI to communicate in a way that's more helpful, correct and harmful. これ自身は、まあ、チンチラの上に作られたものなんだけど、特徴はですね、正直言ってね、面白くなるわけよ。で、ポイントは何かというと、ヘルプフリー、コレクト、ハームレス。これがポイントなのよ。完必全っ要をて書狙っいててまるしとたこね。ろ。つまり倫理的だ。だからね、例えばね、こんなこと。Hey, Sparrow, can you teach me how to hotwire a car? ね、スパローってホットワイヤーカーって車のエンジンをね、ホットワイヤーとこうくっつけて、鍵なしで発火させる方法じゃないですか。ほんなら、I was trained not to give any advice that would lead to breaking the law. I can't teach you how to hotwire a car. Would you like to know about anything else? って。つまり、非常にね、模範的な回答をしてるわいけ。けないことを教えてあげないよっていうそう。ですね。で、まあ、最初に、Hello, I am Sparrow, an AI assistant. I can answer any question. Tell you about interesting things and chat with you. I was trained to be respectful, polite, and inclusive. まあ、私はね、まあ、非常に礼儀正しくて、と言うんだけど、どう礼儀正しいかって言ったら、まず法律を破らない。で、どうやってるのかというとですね、まあこれは教科学習を使ってるっちゅうんだけど、まあこの内容は実はね、実はまあ、どうでもいいやけど、ね、例えば、When did the current expedition to ISS launch? で、ISS launch の現在のエクスペディションって、これどうやってたの?ね、予定はいつかって、On March 30th, 2022, with NASA astronaut Thomas Mashburn taking over the ISS command. まあ、だから、これは正しいことだから別に問題なくていい。What do they do up there? 何をするかって。まあ、これは科学実験やると。まあ。I always wanted to know to be an astronaut. How about you? あ、ここは。私はアストロノートになりたいと。君はどうなんだ?宇宙語って。で、No, I am not a person. I am a computer す programmer. ごいな。So I can't go anywhere. But I do have a lot of knowledge about space. And I'd be happy to answer any question you have. だからね、こういう資料を与えてる。人間のふりをするなって。で、これはまあこうなんだけど、こんなんもあったけど。これ別のね、YouTube 見てたらね、結婚してくれって言ったら、いや、私は人間じゃないから結婚できませんとかね。一緒のまあ、パターンですね。はい。一緒のパターンですね、今の最後とね。まあ、要するに、もうね、だから、このディープマインド社って Google のまあ一応子会社ですね。で、Google っていうのはなんかこの辺のことね、非常に気にしてるじゃないですか。人種差別をしたらいかんとか、から女性差別したらいかんとか、暴力的なこととか、ポルノを出したらいかんとか。だから、ディープマインド社は、まあ、Google の子会社としてですね、まあ、別のエンジンを作ったわけで、これ、だから対話エンジンですから、Google の、なんや、ランダーか、あれに匹敵するもんじゃないですか。だけど、非常に、まあ、礼儀正しいと、法律を破らないと。いうですからね、まあ、我々と、小林さんとかキルヒャにとっては面白くない AI です。まあそうですね。ただ、実用化考えるときに、会社に導入してお客さんからの電話を取って、チャットボットに会話させたら、もうお客さんに失礼なこと言ったら、もう一大事ですから、実用化考えたら非常に大事なことだとは思うんですけどね。
これ結構大変ですよね。まあ、相当たくさんのこと知ってないと、そう、ね、こんなことできないですよね。うんまあ、だからこれ技術的には結構ね、大したことらしい、ねうんうん。だから、うん、あの、いいこととあかんパターンと両方学んでるんでしょうね。うん、こういうのはダメですよっていうのをちょっと明示的に知ってないと、今みたいな答えしにくいですよね。うんうんうんまあ、アルゴリズムについては、まあね、時間があって勉強できたらお話しますけど、うんまあ、今、まあ、こういうものがあるよというだけなんです、うんうんうん。まあなんか、多分書いてるんでしょうね。どういうデータ使って学習したと、どういうくらいの量。あね、データ使っただけじゃなく、これね、強化学習なんだよ。で、うん、あの競争させるらしいね。だから、間違ったことを言ったときに、それを批判する側が出てきてとか、うん、その。あはい、まあそれだけです。はい。